あの方と来たら。さっきのやつのこと聞きたいけど。いつもいつも不真面目で。あの不思議な道具のことも聞きたいが。しかも乙女の前で裸なんて。今はやめておいた方が良さそうだね。賛成。生き残るのが優先だ。ねえ、水の坊や、名前は？僕はミクリオ、坊やじゃない。聞かない名前ね、ミクリオ坊や。好きに呼んでくれ。じゃあミボ。紅茶のシフォンケーキは何度食べても美味しいですわね。ライラはシフォンケーキが好きなんだ。昔から大好きなんです。作る時も楽しいですし。だが自分で作って自分で食べるのって大変じゃないのか。知らないの？女の子にとっておやつは別腹なの。なんで僕がつつかれないといけないんだ。知らないあなたが悪いのに。僕が悪いのか。女の子が本気になると食後にシフォンケーキとバターケーキを10個は余裕でいけるわよ。さすがにそれはないだろう。それが意外といけてしまうんですね、エドナさん。ライラまで。だがそんなことをしていたらすぐに太る。だだ。それ以上言うと刺すわよ。もう刺しているじゃないか。本物か偽物かなんて関係ない。我が兵、何者かの加護領域を感じます。なんだって。焼き尽くす。スレッサー、意志を強く持ってください。応援せん。こいつ、同志級の霊能力を持っているのか。ですが、この人は私たちが見えていませんわ。おしゃべりはここまでね。この子強いわ。わかってる。
焼き切る。燃ゆる熱陣演武滅戦。燃ゆる焦げ、燃ゆる熱陣。強い。つえ、逃げた方がいい。じゃあ、おっと。じゃあ、燃ゆる焦げ、燃ゆる熱陣演武滅戦。じゃあ、燃ゆる焦げ、焼き尽くせ。じゃあ、燃ゆる焦げ、焼き尽くせ。演武滅戦。燃ゆる焦げ、焼き尽くせ。演武滅戦。じゃあ、せ、演武滅戦。燃ゆる焦げ、燃ゆる熱陣、演武滅戦。焼き切る。眠れ。焼き切る。せ、沈め。軽い。燃ゆる焦げ、燃ゆる熱陣、はゆる煉獄。やる。焼き切る。僕も天族として力をつけたい。十分才能がありますわ。焦らず行きましょう。あれはデゼルさん。知っているのかライラ。流浪を好み最強と謳われた傭兵団を気に入って共に旅をしていたと聞いていますが、どうして暗殺者に。その傭兵団に何かあったのかしらね。訳があるんだな、暗殺者と共にいなければならない何かが。それにしても暗殺者と共にいて氷魔になってないなんて。あの暗殺者が汚れを生んでないんだ。まさか。純粋で清らかな心を持つ人は汚れを生まない。あの暗殺者はスレイさんと同じなのですね。暗殺者が純粋で清らかだって、そんなことってあるのか。見た通りよ、スレイ。本物か偽物かなんて関係ないか。ライラ、これが君の言う同志の宿命なんだね。そう、人間はあなたの気持ちなんて考えもしない。でも仕方ないのよ、それが人間なんだから。はい、これだけは耐えるしかありません。タフなのが取り柄でよかったな、スレイ。まったくだ。スレイ、聞いてもいい？ああ、何でも。あなた、暗殺者に狙われてるのよね。うん、どうもそうみたいだ。恨みを買ったの？なぜか汚れない暗殺者に。そんな覚えはないんだけど。覚えもないのになぜか天族がついた、これまたなぜか汚れない暗殺者に襲われたわけ？あ、いや、理由は俺が同志だからだと思う。なるほど、同志だから。傭兵団にいたはずのなぜか氷魔にならない天族がついた、これまたなぜか汚れない暗殺者に狙われていたのね。状況は理解したわ。え、よかったよ、分かってもらえて。要するにほとんど分かってないってことね。だね。おお、おん、様子は。人々に忌み嫌われることが原因で、あなた自身が汚れを生むことになりかねないのですよ。本当にいいのね。
そんなに心配しないで。俺は大丈夫だから。そうか。わかりましたわ。もう止めません。今のうちから慣れなきゃね。力を使うのにも、人のキーの目にも。あなた、本当にバカね。さてと、じゃあ、やるぞ。これは、なんということじゃ。なんだよ、今の。人間技じゃないぞ。これで橋の再建できますか？もちろんじゃ。なあ、皆の衆。ネイフト殿、橋の復旧はお任せしてもよろしいか？熟練した職人ばかりじゃ。あっという間に完成させてみせますぞ。それ、作業に取り掛かってくれ。おう。どうし殿。どうし殿。なんとお礼を言っていいか。お礼なんていいよ。いや、言わせてくれ。ありがとう。分かってくれる人もいる。え？ネイフトさん、薬をもらえますか？俺たちこのままマーリンドに向かいます。ちょっとでも早く届けた方がいいでしょ。お願いしてもよいかの？うん。ありがたい。よろしく頼みます。スレイ、私も一緒に川を渡れるだろうか？うん、アリーシャだけなら大丈夫。契約もしたからね。頼んだぞ。すごいな。同志にとっては荒れた川など障害にならないんだな。ですが、あまり人前で見せるべき力ではありません。うん、そうだろうな。そうよ、この子みたいにいちいち反応されて面倒だもん。エドナー様、申し訳ありませんでした。そうよ、反省なさい。それに自己紹介し合っただけなのに、もう名前で呼んでくるなんて随分慣れ慣れしいのね。申し訳ありません。お詫びにノルミンダンスを踊りなさい。わからないの？反省なさい。申し訳ありません。お詫びにノルミンダンスを。無理やり元に戻さないでくれ。ライラ、エドナがアリーシャをからかってるだけってわかるだろう。なぜ止めないんだ。すいません、少しでもお話しした方が仲良くなれるかなと。アリーシャ、エドナはこういうやつなんだ。言ってることをいちいち真に受けなくていい。言うわね、ミボのくせに。ミボ？わからないの？反省し。もういいよ。
ただのリスでしょ。いえ、あのふわふわ尻尾はフォルクエンリスです。とても貴重な種類で。落ち着きなさい。でも天族を祀る祠かな。ええ、かつては器だったようですね。かつてはか。昔はこんな祠があちこちにあって、加護が広がっていたんだろうね。そうですね。祈りを捧げる人も大勢いました。少ないかもだけど、今も祈る人はいるよ。ほら、江戸野の山の祠、あそこにも花が添えられて。あれは私よ。え？あの祠はお墓代わりだもん。お兄ちゃんが食い殺した人間たちのね。でもそれは同情はいらない。悪いのは人間たちだし、ドラゴンの噂を聞いて面白半分で来るからああなったの。うなれ、エース！逃がしはしない！超人立ち上げ！逃がさない！これでどうだ！新将来！うなれ、エース！あなたいいわよ！握りつぶす！バウは王さん！リストーの槍！畳みかけろ！武剣の矢倉！バウは王と矢倉さん！握りつぶす！フリーズランサー！畳みかけろ！スレイの同志としての力量はどう？才能に満ち溢れていると思いますが。過大評価しすぎだと思う。
ライラ、ちょっと座りなさい。何ですの？いいから座りなさい。あなた、知り合いのノルミンもいるのにさほど興味ないわよね。まあ、いいお友達でいましょうくらいの関係ですわね。何それ、座りなさいよ。ライラは奴らを甘く見てるわ。50人のノルミンどもを全力で捕獲しないと。エドナさんはノルミンさんが大好きなんですね。傘にもつけてますものね。大好きなんかじゃないわ。というか、なんで座らないのよ。以前も座ったところから徹夜コースでしたし、徹夜はお肌に悪いので。おやすみなさい。こら、座れ。さっき食べた肉じゃが、味が染みててうまかったな。ああ、初めて食べたが、とても美味しかったよ。え？初めてって…でもそうか。アリーシャはいつもすごいごちそうを食べてるんだよな。ブウサギの丸焼きとか、高級なフルーツとか。そんなごちそうを毎日食べているわけじゃないよ。確かに、いつも食べている料理も美味しいが、それ以上に仲間とワイワイ食事をとることがこんなに楽しいなんて思わなかったよ。幸せというのはこうした日々の生活の中にあるのだな。うん、美味しいご飯をみんなで食べる、ほんと幸せだなって俺も思うよ。あ、お腹いっぱいになったら眠くなってきちゃった。明日もあることだし、部屋に戻ろうか。あ、そうだな。おやすみ。おやすみ。やっ、はっ、精が出ますわね。あ、夜半にお騒がせして申し訳ありません。いえ、頼もしいですわ。正直負けそうだよ。お姫様は舞踏会で踊ったりお菓子を食べたりというイメージだったけど、全然違ったよ。いえ、普通の姫はそのように暮らしています。でも私はそれができないのです。舞踏会やサロンでも改革の話をするので煙たがられてしまって、目の前にある大事な問題なのに。アリーシャさん、そのストレスをこうして発散しているのです。おかげで槍の腕は随分上がりました。とはいえ深夜の稽古はご迷惑ですね。もう寝ることにします。では。国を思う気持ちは理想のお姫様だね。けどかなり無理をされているようですわ。ああ、心配だね。
ができましたわ。何してんの？装備品の融合中なんですの。ああ、あのやたら時間のかかるあれ？装備品の秘めたる力を抽出し、新たな装備品を生み出す。素敵ですよね。素敵ね。天族にはたっぷり時間がありますもの。こういう趣味もいいものですわよ。それ趣味なの？これがあのマーリンドだなんて。歴史ある町なんですよね。天意見聞録にも紹介されているとか。うん、一回来てみたかったんだ。聖なる大樹そびえし学徒マーリンド、その梢に輝くは学問の実と芸術の花。この木陰に遊ばずして、いかにして大陸の地と美を語るべきやってね。花も実も枯れちゃってる感じ。またそういうことを言う。ですが事実です。けどまた春が来れば花が咲くし、秋には実がなるよ。はい、学問や芸術への情熱が消えない限り何度でもね。確かにそれは歴史が証明してるね。頭のお花はもう満開ね。エドナ様はお嫌いですか、お花？別に好きだけど、綺麗な花ならね。
まさか戦う気か。それを確かめないとだろ。引き際の判断は僕任せだろ。いいけど、したつくハウンドドクは倒せたようだな。疫病も少しは落ち着くだろう。一時しのぎかもだけど。無駄ではありませんわ。汚れもある程度払えましたし。運ぶの手伝おうか。あ？本当。ここもカゴ天族はいないんだな。そのようね。世界中がこうだとは思いたくないが、人間嫌いの天族は少なくないと思うわ。もう人と天族は共存してないのかな。天族と人が共存できるとか思ってるの？夢物語ね。夢とは限らないだろう。けど現実はこうよ。難しいのは分かってる。でも現実にそういう時代はあったんだ。遺跡にも転移見聞録にも証拠が残ってる。それいつの話？大昔の話だね。けど今もエドナみたいな天族がいる。は？加護も取り戻せるって分かったしね。そう、加護復活は共存への第一歩だと思うんだ。だからよろしく頼むよ、エドナも。まったく勝手ね。だから人間は慣れた方がいいよ。勝手なやつが多いわ。貴重な文化か。ひどい、許せないな。
気味の悪い落書きだ。血で書いたみたいな。おやつ作り完了だ。これって同志の像。センスのないいたずらね。ブーブこの石像、凛々しいお顔ですわね。この面構えは相当の武人と見ました。なかなかいい男。全身を見てみたいわね。でもこの方はほとんど裸では。だからいいんじゃない、芸術的で。確かに鍛え上げられた武人の肉体は芸術的だと思いますが。アーリーシュさん、はしたないですわ。あ、いえ、あくまで一般論で、私がそういう趣味というわけでは。あるんでしょ。ないことはないかもですが。よく盛り上がれるね、石像相手に。まったくだ。そりゃクローディン王は武を極めた英雄だけどさ。待った、この像はクローディンじゃなくてメリオダス王だろ。え、それだと様式は合わなくないか。後世に想像を加えて作られたからだよ。いや、その解釈は強引すぎだって。そっちこそ固定概念にとらわれすぎ。じゃあ先入観なしで考えてみよう。そもそもこれが誰であるか、まず特徴は。よく盛り上がれるわよね、石像相手に。本当に。味見もした。私としては上出来だ。
白き水よ。この氷魔が全ての元凶のようだな。よかったわね、ミクリオ。お化けじゃなくて。だからじゃれ合いは後。さあ、いってらっしゃい。吹き飛べ、炎や握りつぶす龍神楽。甘く見えないよ。なるは王座、なるは作品は切り合った。吹き飛べ指定衝撃フェアリーズ龍神楽。吹き飛べ、なるは残響。炎よ、羽舞台龍神楽。ヤグラゴマ、なるは作品切りつぶす吹き飛べ。我が姫マウア王座、ナルワサ、ニギルワ、チリアクタ、ダメ。マウア王座、ナルワサ、ニギルワ、チリアクタ。火は荒れ狂い。よ、ルパンは黄色。吹き飛べ。ナリギル、ニギルワ、チリアクタ、吹き飛べ。お前の手前。吹き飛べ。ナルワサ、握りつぶす。マウア王座。役割者。マウア王座。エックソ。トメ、ナリヒレ、握るはチリアクタ、マウは王座。一戦、トメ、ナリヒレ、握りつぶす。トメ、受験のヤグラ、ヒートレッド。握るはチリアクタ。役は尺動。かわい。サンラソウ、増加のソウルだ。ナリヒレ、握りつぶす。大雨。一戦、ハッ。トメ、ナルはさ、握りつぶす。果ててはグラコ。マウは王座。ナリヒレ系。カリジャ、俺に任せて。吹き飛べ、ナルワサ、握りつぶす。マウア王座、マウア王座。頑張りましょう。一位前進です。ナルワサ、握りつぶす。吹き飛べ、一位前進です。吹き飛べ、頑張りましょう。サポートお願い。ナリヒレ、握るはチリアクタ。吹き飛べ、頑張りましょう。無駄だ。マウア王座、ナリヒレ、握るはチリアクタ、マウア王座。ニコラの。けどな、敵のゲその、汚れ結構払えたかな。ええ、かなり。でもパピーを下に下ろす方法を見つけないと。スレイ、タイジの元へ行ってくれない？え、うん、わかった。Thank you.
まあそのうち慣れるだろう。なんだ、まだ起きてたのか。さっきからいたんだが。無言でなんだよ、遠慮するような間でもないだろ。ああ、そんな間じゃないよな。もちろん。もう寝るよ。ごめんな。おやすみだろ。アタックって変な名前だと思ったが、装備品のスキルと同じ名前なのか。気づいてしまったのね。え、まさか聞いちゃいけなかったのか。手短に説明してあげる。装備品に与えられるスキルは地の主の恩恵による、いわば神の采配。霊力と属性の微妙な配列によって50のプライマリーエレメントが発見されているわ。その50のエレメントを組み合わせることで新たな効果が生まれ、さらにそれを何十億と掛け合わせ、人や天族も構成されているのよ。それは興味深いな。そう、より純粋で不純物の少ないエレメントで構成された。それがノルミンということか。宝石とかに加工される原石ってわけだけど。おい、それぞれの原石を研究するため50人の精鋭が集められたわ。それがノルミンということか。たった1名の遅刻常習者によってプロジェクトは瓦解の危機を迎えるの。ノルミン出てこないじゃないか。